鳥居岡間神社は、宮城県塩釜市本町にある神社。現在は、塩釜神社の境外抹茶。塩釜の地名の由来とされるへっついが、境内に安置される。また、毎年7月には、塩釜神社霊祭の神仙を調信する、特殊神事、も塩焼き神事が行われるなど、塩釜神社の抹茶でも特別な位置づけにある。祭神は次の一柱。 口術の聖援伝承から、現在の祭神は、遠土老ロ神一柱とされるが、宮城県神社名館では祭神を、遠土老ロ神、奥津彦神、奥津姫神の三柱とする。創建時期は不明。境内には四口のへっついが安置されており、塩釜社人石では、これらのへっついは神大において、 エンドローオオカミが海水を煮て生演する方法を人に教えた時のものと伝える。湯行聖人演技絵には塩が松の風景に二口のヘッツイが描かれており、この頃にはすでに塩がのシンボルとして認識されたと見られる。道の区国具にふ、陳樹府が設置された多賀城の創建の頃、岡間神社ではヘッツイを使って塩づくりが行われていたという。 この古代声縁は、現在も続く、特殊神事の、もしおやき神事に面影を残す。塩釜社史、新忠だ校では、塩釜神社は、元は、この岡間神社の地に鎮座し、仙台藩書大藩主の伊達政宗が、慶長12年に、現在の一森山に潜座させたとする。しかし、塩釜神社では、この説に否定的な見解を示している。 慶長年間に先立つ留守、建造の時代に、塩釜神社は、伸びのため炎上し、胸札から天正年間に再興されたことが分かっているが、留守文書中の、一宮塩釜神社式に、建造公、身を伸びにて一宮ご炎上、塩釜お山近辺伸びご近世として、お山にあったと記されている。塩釜神社史では、お水替え神事の様子をもって、 岡間神社は、塩釜神社のかまど神、大井神の性格を持った、ヘッツイ殿であったとする説を挙げる。その中で、岡間神社はもともと神仙が作られていた、ヘッツイ殿であったが、地主神が、エンドロオ,オカミと考えられたことで、エンドロオ,オカミが塩を作って民に教えたということになったとする。そしてヘッツイ殿の機能も失われ、ヘッツイ殿の釜だけが、 エンドローオオカミが塩を焼いたヘッツイとして残ったため、神社として祀られるようになり、このヘッツイを、塩釜神社の神体と見たり、オカマ神社が、塩釜神社の故地とする誤解が生じたと推測する。安永三年から天明八年の間の著とされる、別当法蓮時期によれば、オカマ神社には、オカマタユ一名が置かれていたが、 社家社僧が、隣番によって奉仕していた塩釜神社の社務には、出資せず、岡間神社の所持に勤めることとされていた。また、塩釜神社氏によれば、岡間太夫の鈴木畜前家は、官入りも排出した塩釜県男家と一族であったと、いう。留守文玄町では、町財家とされていたが、官営21年の治行目録では、社人となっている。また、 別当法蓮時期によれば、法歴7年に、社殿の建て替えがあったという。交山工事や記録や、塩釜町方留め書には、ヘッツイの水色の変化によってと、占いが行われていたことが記録されている。塩釜町方留め書によれば、少なくとも、官営13年からと、占いが行われ、その後もヘッツイの水の変色が幾度もあったという。 へッツの水の変色は吉時あるいは狂事が起こる前兆と言われ、変色があった際は、別当法蓮寺から仙台藩に届け出ることになっていた。松尾芭蕉が奥の細道の旅を行った際には、岡間神社にも立ち寄ったとされる。奥の細道の旅に随伴した、河合空の空旅日記によれば、元禄2年5月8日の羊の時に二人は、 塩釜へ到着した。そして、塩釜の釜を見物した後、その夜は、法蓮寺門前に宿を取ったという。神へっつい放置書スカシベイの中で神へっつい四口を安置。岡間神社には、塩釜神社の神器とされる四口のへっついが安置され、これらは、神へっつい、または、岡間と称される。別当法蓮寺記によれば、 塩釜の地名はこの神器に由来するという。へっついの中に張られた水は、干ばつの時にも耐えることがないと言われる。塩釜社園記によれば、武三一地命、共通出身の東北平定の際に、両神を先導した、エンドロ狼がこの地に泊まり現地の人々に、声援を教えたとし、そのへっついが、今も残るという。別当法蓮時期では、 四口のうち、五鬱のヘッつイは神がめでたものと伝える。塩釜町方留め書によれば、四口のヘッつイの大きさは、それぞれ次の通り。五鬱のヘッつイから深さ一寸六分、周り一畳四尺六寸、沢田市四尺、厚一寸三分。西の方から深さ六寸、周り一畳五尺、沢田市四尺七寸五分、厚二寸。 北の方から深さ6寸、周り1畳5尺6寸、沢田市4尺7寸5分、厚2寸。東の方ゴミ脇から深さ5分、周り1畳5尺、沢田市4尺7寸5分、厚2寸。別途放蓮時期では、王子は7口のへっついが存在したと伝える。それによれば、赤尾というものが3口を盗んだが、神の怒りにあって、 遠くに持ち去ることができなかった。そのため三口は、当地の野田、松島湾の海中、上郡四間に、それぞれ一口ずつ残されたという。当地の野田にあるとする一口は、他の土中にあるとし、その地を、か田と伝える。同地では耕す者が他に不条を入れると、たたりがあるとされ、収穫の後は初歩を持ってまず、塩釜神社に備えるのを習わしとする。 松島湾の海中にある一口は、お水替えの際に海水を汲む釜が淵に沈んでいると、する。最後の一口は、神郡鹿間にあるという。道地は昔、坂の上の田村麻呂が統制の際に、塩釜神社を勘定し、戦勝の神徳を崇めた地でもあるとする。昔あったヘッツイの数には、異説があり、遠者由来追行では、 塩釜神社十四抹茶と同じ数の十四口があったとする説、大宇関関門楼市では六口あったとする説を紹介する。農院法師の歌枕には、塩釜神社の閲追は、坂の上の田村麻呂の統制の時に五万八千人の兵楼を焚いた閲追であるとの記述があるが、園舎由来追考では、塩釜神社にそのような証拠はないため、誤説とする。 これら紙別水に関しては、前述のように、つい内の水の変色でと、占いが行われた。塩釜町方留め書によれば、官営13年2月上旬から変色があった際は、伊達政宗が病気になり、祈祷を行ったが、官営13年5月24日に亡くなったという。その後、ついの水は、元の澄んだ色に戻ったとされる。また、同文書では、 昭宝二年、万治元年、万治三年、漢文十年から漢文十年十一年、遠方三年、天名元年、上京元年、上京二年にもへっついの水の変色があったという。なお、兵庫県高砂市にある小石神社では、小石神社の石の宝殿、霧島神宮の天坂鉾、そして岡間神社の神別追をして、日本三期と称する。 境内には牛石藤無地舎の脇の地中に牛石と称される霊石がある。別当法蓮時期及び炎者由来追考によれば、炎泥を狼が海水を煮て生煙する方法を人に教えた際、塩を運ばせた牛が石と化したという。神別より、辰巳の方角に五十歩ほどの人家の裏、土中に背の実が見え、知らずに浮上をなすとたたるので柵で囲っている。 と記録されている。これを信じる家には薬病を入れず、人の手足の患らいを除き、牛馬の病を癒すと伝えられている。文化10年最国改めの牛一詩明神図の説明書きによると、岡間神社に近い町屋の裏、小池の中にあり、常には、水が多くてわずかに背のみが見える。毎年7月6日にその水をさらうことがあり、その気絶なる姿を見ることができる、としている。 現在も境内にある牛石富藤無知者の脇、柵に囲まれた池の中に水が澄んでいればその背を見ることができる。奥縁地名集には、我がスケビコという神が七歳の子供の姿となって、塩を乗せた牛を引かせたが、この牛が石と化したという遺説が記載されている。また、神が牛を引く際に塩をした藤を逆さまに立てていたところ、 これが根付いて一条四方の白富士になったという。塩釜町片留めによれば、この富士は塩釜、本町の二郎平屋敷裏にあると伝えている。旧石富士無知者も塩焼き霊祭広げた本田原の上から新色が塩水を注ぐ。毎年7月10日の塩釜神社霊祭の際、三座の神前にお供えする神仙を調信するため、 7月4日から7月6日の3日間にわたって、もしお焼き神事が当社で行われる。神事の起源は不明であるが、古代まで遡るものと考えられており、古代の一連の声援に関する行事を現代に伝えるものとなっている。神事はもがり、お水替え、もしお焼きの3つの部分からなり、総じて、 もしおやき神事として、宮城県指定無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。